久保さん今回小さいにしましょうか。昭和大を昭昭和大になるっていうね <laughs> まあこれはまあ億万長者合宿のやりとり見れば分かると思いますけどまあもうずっと積み上げてるのでまあこれがね10年20年続いたらすげえことになると思いますよ。まあどういうすげえことになるかはちょっと10年後20年後になってみると分かんないですけどまあ一つ言えるのは量は計り知れなくなるっていう。 で少なくても僕と久保さんのこのやりとりを超えられるほどの本数をできる人は日本にいなくなるってことですね。多分これ10年20年やれる人いないので。多分本当にこのシリーズで、まあ、まあ100% 1万本はいくだろうし、まあ今4000本ぐらいですから、まあ絶対1万本はいくんですよ。でこのシリーズで3万本もしくは10万本とかね分かんないですけど <laughs>、ずっと続ければね。うん。多分誰もやらないでしょうね。 っていう記録は作れますね。っていう記録を武器にいろいろ打ってきます。これやれる人いないでしょうっていう。僕たちやってきましたよと。うん。で、まあ、久保さんとまた億万長者合宿売るか分かんないですけど、まあ、僕は僕で単体で売れますし。うん。そう。だからまあ、最後の合宿は、最後の合宿はあの300万でやりますと。 で、あの300万払えない人は僕と久保さん2人で合宿やるんで最後、締めで、みたいな <laughs>。あの、僕と久保さんのこの2人の合宿にどうしても特別枠で参加したいっていう場合は300万払ってくださいと。であるならば、あ,のあ、300万現金で持ってこいと。そしたらあの参加いいよ、みたいな。この合宿の最後の締めは僕と久保さん2人でやります、みたいな。<laughs> そこに特別枠で入りたいのは300万です、みたいな。現金でしか持ってこい、みたいな <laughs>。 ま1000万にしてもいいかもしれないですね。1000万払えるんだったら来てもいいよみたいな <laughs>、うんそう。で、最後の放送。最後の放送は、まあ、病、どうなるんだろうな。まあ、最後の放送は勝手に死んでるかもしれないんでね。どうなんだろうな。まあ、最後が面白そうですね。久保さんがどれぐらいで死ぬのか、僕がどれぐらいで死ぬのかっていうね。うん まあ久保さんはあの病院のベッドで酸素マスクしてても動画を送ってきそうですけどね。まあ、それ楽しみ。それバズりそうですね。もしかしたら。<laughs> 死ぬ間際に吉野さんみたいに言ってるっていうね。<laughs> 僕も久保さんみたいなね今日し。今日多分死ぬかもしれないですね。みたいな <laughs> そう。久保さんより先に死んじゃうかもしれないですね。みたいな動画撮ってるかもしれない。多分ね、その動画は結構バズるかもしれないですね。 だって死ぬ前の人の動画ってあんまなくないですかうん。そう。もう死ぬ30分前の動画みたいなね。そう。結構すごいですよね。うん、最後何、何何を、なんかよくドラマのシーンとかでもあるじゃないですか。あああああみたいなね。で、あうあって、まあそれはちょっと自分で撮れないから、誰かに撮ってもらうしかないけどね。 いや、ちょっと終わり、この億万長者合宿の終わりが楽しみですね。こう小さいことを積み重ねると、最後の終わりが楽しみですね。そうどう、どうこの動画のやりとりが終わるのかっていうのはね、うんはい。まあ、普通に生きてたら結構生きると思うんで。うん、まあ多分ね、久保さんの方が長,い長く生きるかな。僕の方が多分早く死ぬいそうな感じはしますけどね。久保さんの方がなんか頑丈な感じするんで。 髪の毛も頑丈ですしね久保さんがハゲるってことはまずないでしょうねこれね <laughs>、はい。いってらっしゃい。